はい、こんにちは。昔の道具、ミングたちです。っていう感じで、初めて、今ね、カメラ回してます。えー、Facebook のライブ配信と一緒に、撮影しております。今日は、枠着。枠着の話をしたいなと思います。えっとね、枠着。 ちょっと大きいのしか僕持ってないんだけど大きい枠釘しか持ってないんだけどあの普通の釘って丸い釘ですよねえっとねあった時どっかにあったぞ。 相ず行き当たりばったりですねすいませんありません5寸釘がどっかにあったと思ったんだけどえ今の釘ってこれもネジなんだけど こういうネジなんだけど、普通にこう丸くて頭をこう打つ釘ですよね。今の釘。で、昔の釘は鉄を叩いて作ってるんですよ。鉄を叩いて作ってる釘なんで、丸釘とは違うんですよね。で 枠木の良さ。枠木の良さっていうのは、こういう大きい釘もあるんだけど、これね、割と柔らかい鉄なんですよ。何鉄っていうんですかね。あの、日本は鍛冶鍛冶屋さんがすごく、うん、どこの村にもあるんだけど、あの、刀鍛冶っていうのは、すごく別物なんですよね。だから、 あのすごく神聖なもんだけど鍛冶屋さんというのは結構あるんですよ。でその鍛冶屋さんで使うにも何鉄とか鋼鉄まあ鋼とあって鋼を何鉄が巻くっていう形で刃物は作ってるんですよ。ですからあの切れ味がよくて折れないっていう刃物ができるんだけどこの釘は柔らかい鉄で鋼使ってないんですよね。 え枠木ちょっと、ちょっと、ちょっと、戻る。実験で大丈夫ですから。うわ、枠木なんだろう。うん。そうなんですよ。これで、えー、枠木これがね、25センチぐらいありますね。ほんで、これを、ここにね、 こうなってるやつが、犬釘っていうのは鉄道の、あの、レールをやるのは犬釘っていうやつがあるんだけど、それとはまた別でね、大きな針を打ったりとか、ちっちゃいやつはこんなやつたくさんあるんですよ。枠釘たくさんあるんですけど、あの、ま、話戻りますね。あの、鉄が柔らかい鉄で作ってるんですね。だから、あの、 結構ね、折れたりするんですよねで、えー、この輪釘はねよくわかんないかなあこ,こ,これだったらちょっとわかるかなここの釘ね銅の部分がちょっと太いんですよ。銅の部分がちょっと太くてここはちょっとくびれてるんですこの上の方が。 上の方がちょっとくびれて胴が太いっていう感じになってるんですよね。これなぜかかかりますかこれはねこれだけ太いものっていうのはねあの橋木造の橋とかはこんな太いやつ使えます。 で、ここが、くびれてるのは、これを打ち込むんですよね。で、相手は木です。まあ、釘ですからね。相手は木に打ち込むわけですよね。そしたらね、こう、太いのがこう入ってきたら、このくびれてるところ、くびれてるところが、木はぐーっと広がるんですよ。ね。だから、 あの、抜けなくなるんです。なんかすごくないです相手が木だから、コンクリートとかだ、鉄とかだったら、こう、一回開けてしもうたらこう広がるでしょ木は戻るんですよ。だからね、ここの上の部分がちょっとくびれてたら、ここがね、膨らんでくるから、ここが太くなるわけでしょ抜けなくなるんですよ。ねすごいと思いませんすごいと思うの僕だけかな。 これで短い釘、短い釘はもっとすごいんですよ。あの、本当にね、このくらいの、このくらいの枠釘があるんですけど、これも柔らかい鉄でできてるんですよで。柔らかい鉄でできてるから、打ち込んでたら相手が木だから、あの、なかなかね、均等の硬さじゃないから、 打っていったら曲がっちゃうんですよ。それが、こう、今頃の釘だったら打つ手前で曲がりますよね,ね。違うんですよ。入ったところが曲がるんですよ。入ったところが曲がるんですよ。うん。だからね、こう、打ち込んだ中に、こう、渦巻き状態になるんです。打ち込んだ釘が。だからね、抜けないんです。 これ、僕もな、何度か見たことあるんですけど、あの、打ち込んだまま木が腐った、腐って、釘だけ残ってるケースがあるんですよね。そしたら、まあ、こう、渦巻き状態になってるんですよ。これも枠木の中ではすごいですよ。ねえ、日本の建築っていうのは、あの、宮大工って言って、釘を使わないのがすごいんだっていう。 よく聞きますよね,ね。よく聞くんだけどそれはねこうこほでこう組み立てたりして本当にすごい技術なんですけど釘釘を使ってもその釘がすすごいんですよ、ね、意外とね日本の宮大工とか大工はすごいとか言って,言ってるけどすごいのは。 大工の腕だけじゃない、釘もすごいんですよ。ですから。こういうような、大きな釘も。お寺とか。神社は。神社は。あれなんですよ、あの。宮大工で。釘を使わない。建て方をするんですよね。それは。あの。伊勢神宮。 と同じ考え方で、20年に1回は建て替えるっていうことをする。そのためには、釘で打ってたら、それ全部交換しないといけないけど、こう、組み立てるやつにして、釘を使わなかったら、バラして腐ったりとか、傷んだりするとこだけ交換したらいいんで、それで、そう、釘を使わないっていうのは発展していったんですよね。それで、なんかね、 すっごい技術があるんだけどそのあそこまで複雑にほぞを作ってはめ込んでカチッとこうきてこう打つということが必要なのっていうことになったらどうやらそこまでは必要ないらしいです。もう腕の競い合い合 腕の競い合いであそこまでなったらしいです <laughs> なんか本末転倒のような気何やってんだ日本人っていう感じはするんだけどそれですごい技術になってるんですよね <laughs> で宮大工っていうのがあの技術を競い合いになってるんだけど普通の家とか釘使ってたんですよ本当にね屋根とかはねガン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 釘使ってます だからね、和釘っていうのもね、結構たくさん使ってるんですよ。日本の建築家は釘使わないっていうのは、それはお宮のすごいところだけです。お城を作ったりとか、お寺、すごいお寺とかいうのは、本当にこんな釘使ってるんです。お城は20年に1回建て替えたりしないですよね。お寺も建て替えないですよね。だから、あの、1300年経ったままの木造建築っていうのはあるんですよ。 建て替えないですだから宮大工のような作りっていうのはあのそ,そこまでこだわらないです、うん、大体ねお城とかの門見たらねこうおっぱい型の運がこうあるでしょ釘ですあれねだからね釘は使ってましただからねあの面白いんですようんあの釘使って 宮大工、全部宮大工ないんだとか言って思うかもしれないけど、釘がすごいんですよ。日本人の釘はすごいんですよ。外国の釘、昔の釘わかんないけど。<laughs> 申し訳ない <laughs>。本当にね、すごいんですよ。この釘ね好き、好きでね、こんなもんね、集めてね、集めない集めない、僕はコレクションしないんだと言いながら、ね何本あるんだこれ、5本 六本 <laughs> あるんだけどあの鉄っていいですよねね鉄っていうのはね僕すごい好きなんですよ <laughs> あのね宮大工小原建築は宮大工って言わないのかなって、えー、質問ですけどあの宮大工っていうのはお宮を作る大工さんのことで <laughs> おみあれなんて言うのかなお宮の建築とお寺の建築は若干違います。要はあの、建て替えが20年に1回建て替えるか建て替えないかとか、釘を使うか使わないかって、お寺はね、釘使います。だから、あのかといって、あの、入り口にある彫刻とか、 お寺のこう屋根のところのこう組み合わせとか、それはお寺。建築もそれはそれはすごいですよ。宮大工じゃないとできない。映像と画像はずれていません。音声と画像ですね。うん、音声と映像か安全ありがとうございます。ね、そういうような感じで。えー、っと枠切りについて話をさせてもらいました。 とりあえず YouTube はここまでです。またチャンネル登録よろしくお願いします。